アラフォー女性の方へダイエットの注意点をお伝えしていきます。頑張ってダイエットに成功したとしても、その結果お肌にたるみが出たり、またシワになって見た目が老けたなんて嫌ですよね。そこでこの動画をご覧いただきますと、アラフォー女性がダイエットする上での注意点、そしてその解決策をお伝えしていきますので、綺麗に健康的に痩せることができるんですよ。では早速本題に入っていきましょう。ではまずポイントです。こちら、計画的に体重を落とすことが大切ということなんです。それはなぜかと言いますと、いきなりですね、急激に体重が落ちてしまうと、皮下脂肪であったり、その筋肉まで落ちてしまうんですよね。でその時に、その皮下脂肪と筋肉がお肌をこう奥から支えていたものが、その層がダンダンとなくなるわけですから、結果そのお肌にたるみが出たり、まあ、シワになったりしてしまうわけです。ですから必ず急激な、まあ、体重は落とさずに、計画的に落とすことが大切なんですよということなんですね。でそこでその詳しい理由です。まず、私たち、まあ、私もそうですが、アラフォー女性のその今の体の状態変化を知っておくことが必要なんですね。今私たちの体ではどんなことが起こっているのかということ、ちょっと詳しくお伝えしていきます。アラフォーになるとですね、自律神経の、まあ、乱れが出やすくなる、ホルモンバランスがこう乱れてくるわけなんですよね。そのことでこうイライラしてしまったりですとか、あと睡眠障害、まあ、なかなかこうぐっすり眠れないとか、そういった状態がまあ起こりやすいわけなんですよ。でそうするとやはり腸内環境にこう悪影響が出ますから、結果その太りやすくまあなってしまう、まあ、お年頃なわけなんですよね。では2つ目です。だんだんとですね、まあ、筋力も低下してきます。もうこれは仕方がないんですけれども、やはりただそれで放っておくわけにはいきませんよね。筋力が低下する、まあ、イコール基礎代謝が落ちるわけですから、まあ、太りやすくなってしまうという、まあ、時期が来てるわけなんです。では3つ目です。腸内環境が悪化していますということ。これもだんだんと年齢を重ねますと、腸内環境、要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌がですね、こうどうしてもこう増えてきてしまう、そういう、こう体質にやっぱなりやすいんですね、私たちは。ですからこの腸内環境がその悪いと、デブ菌が増えて、まあ、太ってしまう、まあ、私たちはですね今このような状況に、まあ、なりやすい年齢に、まあ、来たということなんです。これはしっかり受け止めましょう。ただ受け止めた後はじゃあどうすればいいかですよね。このままで終わったら嫌ですよね。そこで解決策です。この事例ですね、こちら。まずはこの乱れやすい、まあ、ホルモンバランス、自律神経ですねを整えてあげる工夫が必要です。ということで副交感神経、要は自律神経のリラックスする方の神経をやはり元気にしてあげる必要があるんです。ですから例えばぬるめのお風呂にゆっくり入ってリラックスをしてみたり、ちょっとこう瞑想してみたりですね、あなたなりのそのリラックスする時間をこう意図的に作りましょうねっていうこと。では2つ目、筋力低下に対する解決策は軽い運動です。こんなハードなですね、苦しむような運動はする必要はないんですよ。定期的にこう継続的にするのが大切ですから、軽いお散歩やウォーキング、まあ、たまにジョギングでもいいです。そういった軽い運動をやはり習慣化していくことが大切になってきます。では3つ目、腸内環境ですね。もう私は微腸活専門家ですから、もう毎回ですねこの腸活については強く熱く伝えているんですけれども、あなたの腸内環境がお悪いままだと決して痩せることができないんですね。なぜかというと、もうデブ菌優勢だと、まあ、デブ体質だからわけです。ただ逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌が優勢、要は元気な状態でしたら痩せる体質へと、まあ、変われるわけです。でそこで腸内環境を整える食事をとりましょうということ。例えばその善玉菌、痩せ菌がたくさん含まれている
発酵食品ですね。味噌汁であったり、ぬか漬けであったり、ヨーグルト、納豆、こういったものをしっかり食べます。でその後にその増えた善玉菌が好む餌となる食物繊維を取るんです。海藻であったり、要はネバネバ食品ですよね。オクラとかお野菜系です。そしてまた、蜂蜜とか玉ねぎに含まれるオリゴ糖であったり、青魚やアマニ油など その良質のオイルで、その善玉菌をですね常に元気にしておくということが、ダイエットの成功の鍵なんですよね。ですから、私たちアラフォー女性は、こういった、体の状態にもうなっているということ、ただそれだけで終わらずに、こういった解決策を日々取り組んでいただくことで、痩せ体制と生まれ変わって結果痩せることができますよということなんですね。なので、ここからこの動画のまとめです。こちら、計画的に体重を落としましょうです。ここが一番のポイント。なぜかというと、いきなり体重を落とすと肌のたむるみやシワになったり、また体調にも非常に負担かけますから注意していきましょうということ。そして解決策は、先ほどお伝えしたこの3つに取り組んでいただくことで、ツヤツヤのですねお肌を保ちながらしっかり痩せ体質になって、健康で綺麗に痩せることができますよということをお伝えしました。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルは、様々な腸活法をお伝えしていることで、アラフォー女性が健康的で綺麗に痩せるための情報を毎日発信しております。ですので、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしてご参加いただきますと、私とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。